ジャイアンツの先発は2桁勝利がかかります山崎より。初回ピンチがありましたがデビッドソンを空振り三振に打ち取りました。カープの先発は前回完封勝利の九里。こちらもランナーを出しましたが今日4番に入った坂本空振りの三振。3回ノーアウト二塁一塁のピンチでしたが山崎より田中そして小園西川と打ち取りましてピンチを脱しました。5回ツーアウト一塁からこの小園のツーベースヒット、ライト長野のエラーがありましてカープが1点を先制。今回はジャイアンツ戦ここまで8本のホームランを打っているデビッドソン第18号ソロ。これで今シーズンジャイアンツ戦は9本目のホームラン。2対0。6回の裏先ほどエラーがありました長野第5号ソロ、1点差に詰め寄ります。なおもランナーを置いて今日4番に入っている坂本タイムリーツーベース。ジャイアンツが同点に追いつきました。通算440点目の二塁打。さらには中田翔ライトへの犠牲フライ、ジャイアンツが勝ち越し。7回からはバルドナード小園を三振に打ち取りまして三者凡退。7回の裏代打の岡田粘って粘ってセンター前ヒット。8月好調の門脇レフトの前にポトリと落ちるタイムリー。門脇今日猛打賞。4対2 2点にその差を広げましたが8回代打末金ランナー2人を置いて5階席に飛び込む代打逆転スリーラン。カープが5対4。9回は登録抹消から今日登録されました矢崎、先頭の吉川直樹ライト前ヒット。ワンアウト後代打中山ライトライト前ヒット。一打同点のチャンスを作りましたが最後は代打松田ファーストフライで5対4。3連戦の初戦カープが末金の代打逆転スリーランで逆転をしてそのまま逃げ切りました。